皆さんこんばんは。こんばんは。毎週この時間はマーケッツのツボということで始まりました。はい、今週はですね、はい、今年30周年を迎えた、はい、日経マネー、はい、こちらの編集長の、大口勝人編集長、勝人編集長に、はい、来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、この30年日経マネーのですね、はい、30年の歴史を、はい、実際のそのバックナンバーを見ながらですね、紐解いて、そしてですね、今につながるその投資の知恵とは何なのかということを深く、話をお聞きしたいと思ってます、はい。で、まあ、小口さんといいますと、まあ、日経マネーの編集長なんですが、まあ、実はですね、1日この来年の、はい、2016年1月1日にですね、はい、日経の方に、実はこのビルの方に移ってこられる、はい、ということですね、はい。今度の、まあ、引き続きそのマネー関係担当されるということですけど、はい、マネー報道部長兼、マネー日経新聞の中にマネー&インベストメントというのがありますけど、はい、そちらの編集長もされると、はい、いうことで、まあ、引き続きご近所になりますけど、ね、よろしくお願いします。はい、あとですね、まあ、はい、大口さんと言いますと、これ出ましたか、この変わりネクタイの、はい、非常なコレクターということで、はい、有名ですけれど、はい、今日のはこれはどういうあれですか。これはね、やっぱり今来る時にもちょっと見てきたんですけど、はい、皆さん本当に行列して買ってるんですよね。行列、宝くじを、はいはいはい、時期ですから、はい、なるほどなるほど、皆さんにもこうぜひ幸運が当たりますようにということで、はい、ということですね。他にもいろいろ持ってきましたよ。ちょっとなんか後でですね、はい、詳しくは、見せていただきたいんですが、はい、チラ見をちょっと、チラ見、はい、はい、一番柄がでかいマリリン・モンロー。なるほど、はい、ね、はい、中野のゲームセンターの前のワゴンで売っていたという。なんだ、そうなんですか。はい、ちょっとじゃあ改めてコレクションについては、はい、じっくり見せていただきたいと思うんですが、はい、じゃあですね、まずやっぱりあれですね、創刊号ですね。創刊号、はい、ね、日経マネー1985年の12月号が創刊号でして、うん、12月号というのは10月に出るんですね。あ、なるほど、はい、2ヶ月先に行ってますから、はい、そうするとこれが他でもないその創刊号でございます。多分今この綺麗さで手に入るのは私だけだろうという、はいはい、貴重なものですね。編集部の方にあるのも、もう表紙ボロボロで、パンチの穴があったりとか、まあ、ちょっと使えないんですよね。なるほど、はい、ご自分のこれは実は私の妻が持っていたものでうち、はい、にあったということなんですけども、はいはい、これがね、まずまあ何がすごいかというと、この頃はまだ金利が高い時代ですから、はいはい、とにかくね、ここに最初開いてこう出てくるこのチャートがまずこの冬のボーナスはこの人で増やすとかあるんですね。なるほど。で、要はこの軸の数字がこう 5% 6% 7% 8% とかなんですよ。うーん、で、要するにこういう金利なのに、低金利時代だから今から研究しないと間に合わないとか言って、なるほど、はい、要は低金利時代が来たことを嘆いてるわけなんですね。 5% 6% でね、はい、もう全然今とは違うんですよ。なるほどね、はい、まあ、ちょっと、はい、いきなりなんですけど、はいはいはい、クイズ出しましょうかね。行ってみますか、はいはい、もうかなりヒント出ちゃったんで、はい、まあ、これは簡単だと思うんですが、はい、まあ、回答はいつもこの番組に出てもらってるマークにしてもらおうと思うんですが、はい、じゃあクイズ、じゃあこれ、はい、大内さん見てもらいましょうかね。そうですね、日経マネー創刊時1985年の、定期預金1年ものの金利はズバリいくつでしょう。で、5つありますね。 A 1.5% B 2.5%C 3.5% D 4.5% E 5.5% と、1年定期の金利です。はい、じゃあマー君回答、ちょっと最初はね、E ですが 5.5%、はい、正解です。正解です。まあ、だいぶヒントを言っちゃいましたから、はいはい、そうですね、その時のこれはフリップがあるんですよね、金利なんですけれど、はい、まあ、これはちょうどその雑誌創刊号の中にあった、はい、表をですね、拡大したものなんですけれどもね、はい、ちょうど1年ものの、はい、1年もの定期預金があると 5.5%、はい、で他にも 5.75 とか、うん、郵便局通常貯金で 2.88 で、一番上の普通預金で 1.5 ですからね。 1.5 もう
で元本確実、はいはい、預けとけばもう何の問題もないもんで 1.5%、まあ、ちょっと今で夢のような話ですね、はい、ちなみに今だとボーナス特集、当然まあこの時期ですとボーナス特集ということになるとどういうものになってるんですか、はい、なんつっても普通のメガバンクはもう 0.025 の世界ですから、はい、まあ、だからそれがこう 0.4 とか 0.3 になってる地銀のものを集めてきてすごいねっていう話をしてるわけですけど、はい、まあこの頃の方がなんぼかすごいわけなんですよ。なるほど。でこの頃っていうのは要するに非常に金利が高いですから、日経マネーの創刊号もちょっとびっくりすると思うんですけど、株の記事はね1割ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。はい、でこの本の中の大半が要するに金利商品、要するに確定利付きの預けておくとリスクなしにお金が増える商品の組み合わせ技なんですよね。なるほどね。でいろんな金融評論家の方が出てきて、はい、俺はこれとこれだ、俺はビッグとワイドだとか、はい、そういうことを延々やってるんですね。はい、ちょっと今から見るとびっくりです。はい、まあ、びっくりですね。まあ、実際それができた時代なんですよね。なるほど。はい、で面白いのは、はい、やっぱり今もうなくなった商品とか、うん、それからこれは一体何でしょうみたいなものがありまして、うん、それは広告にもあるんですね。うんうん、例えばあ、そうだ、この頃ねちょっとこれは細かい字で見づらいと思うんですけども、うん、個人を拒むマネーゲーム、手数料が大きな壁なんてことも書いていて、はい、要するに債券投資とかをしなきゃいけないのに、うん、手数料が高すぎてできないってことを言ってるんですよね。これはこの後につながる話なんですけども、ね、はいはい、手数料がこの頃は非常に高かったという話なんですよ。はい、であとねパラパラ見てるとよく分かんないのが広告、はいはい、なんと電話機の広告が出ています。私の電話だ、富士通テレコン。私の電話だ、はい、でこれは何かっていうと、電話機がこの頃 NTT からの貸与品で、黒電話がもうなんていうか押し規制の電話として当たり前だったんですね。はいはい、だから電話機がここで自由化されたんですよ。私の電話といってもこれ別に携帯なわけじゃないですよね。もちろん、だから家の電話を自分の好きな電話機に変えていいですよっていう頃だったんですね。で逆に言うとそんなこと今知らない人の方が多いですから。確かに、はい、そういえばあの頃ありましたね。そうなんですよ。うん、であとねこの頃のマネーで特徴的なのはこうなんかその税理士との戦い、あ、ごめんなさい、税金との戦いってことで、うん、その要するに、国税庁の人とかが来たら、うん、こういかに戦って税金を隠すかみたいな、まあ、隠すかじゃないんですけども、はい、なんていうんですかね、ちょっと見づらいと思うので読んでみますよね。はい、とにかく役人が入ってきたらですね、うん、国税局の2人が入ってきたら、うん、住居侵入罪だと言って牽制しろとかですね、そういうことを書いてるんですよ。カバンの中身を見たがる、実査官の要求を拒絶とかね何かとにかく税金を取りに来る人と戦うってことをしきりに書いてるんですよ。じゃあマネー術は、まあ、さっきもお話があったように、まあ、まずは預金ですと、はい、まあ、株ではなくてと、はい、で、はい、いかにこう守るかというか税金から取られないかと。これちょっと今から考えると不思議ですよね。それからあと広告ではですね、うん、この立帳ワイドなんていうのがありまして、ありましたね。はい、もう今やこの長銀もないですし、うん、このワイドもないですし、はい、でもこの頃はこのワイドが欲しくて行列をしたんですよね。うん、はいはい、ワイド騒動って言葉で、はいはい、ある程度の年の方は覚えてらっしゃると思いますけども、ま、ね、はい、信託銀行の方に聞いてもあの頃はこうビッグっていう看板商品があったから信託にまだお客さんが入ってくれたと、うん、ところが今そういうものがないので、マルユっていうのもね、はい、なかなかこう信託銀行っていうのはこう敷居が高いということで来てくれないとおっしゃいますけども、うん、昔はだからそのビッグって商品が一つ皮切りとしてね、はい、あったんですね。なるほど。はい、それでこれなんかも面白いんですけども、パソコンのコマーシャルです。あ、パソコン、モニターはこのなんていうんですかね、グリーンディスプレイ で、 懐かしいです、ね、はい、スタンドアローンで16ビットどこにもつながっていない、うんうん、インターネットなんか夢のまた夢、はい、できるのは多分その四則演算、はい、これで、39万8000円とかね、高いですね。高いですよ。まだだからフロッピーディスクの時代ですよね。そうです。そのフロッピーもだからまだ5インチかなっていう。大石さんなんか7インチとか覚えてます？7インチね。はい、7インチとか8インチか。あ、5インチよりもっと大きいやつ。はいはい、ありました、ありました。ガッチャンって入れてラッチをこうやるような。はいはいはい。ね。インターネットなんか全然 ね、ない時代ですからね。だからね、本当にこの創刊号あたりを見てると、うん、広告見てるだけでも全然今とは違うなっていう感じなんですよね。うん、でやっぱり稼いだお金で何を買うかみたいなこともコロコロ載っていて、うん、はい、最近ちょっとそういうことやる余裕がなくなりましたから、うん、まあ、ちょっと寂しいっちゃ寂しいですね。なるほど。でさっき言った話の高金利の話なんですけども、はい、これは見出しが大きいから分かると思うんですけど、
1500万円持ってる人の話なんですね、はい、900万円、そのうち900万円を預け替えれば5年間で運用益が141万円アップするって記事なんですよ。すごいですね、今1500万円あっても141万円まず作るのが難しい、うん、この時には預け替えだけで5年後にそんだけお金が増えた、ね、ノーリスクですよね。すごい話ですよね。という、いい時代というか、うん、だからまあなんていうんですかね、この頃と今とでは本当に隔世の感があるんですけれども、そういう話はまだまだあって、うん、あのマネー編集部も初めてですから、はい、本作りも慣れてないんですよ。だから株の話をやるのでも、うん、こうやってこの下半分どう考えてもこれ会社情報丸のまま入ってるなっていう、日経会社情報、はい、まんまですね、本のページそのまま入れてるだろうみたいな、うん、はい、いうのもね、ちょっと今考えると懐かしいというか。これは 何のページですかね。これは株のページなんですよね。はい、そのだからこれがもう 10% ぐらいしかなかったっていう、はい、そうです、唯一と言ってもいいような株式コーナーで、はいはい、でまあ、入門教室なんですね、いろいろやってますけども、とにかくでもこの頃は株の話は少なかった。でこれは今見るとちょっとびっくりすることの一つですね、はい、それでね、まあ、何でしょう、この中期国際ファンドというものも載っていまして、うん、広告なんですけどね、うん、夢膨らむ中期国際ファンド、はい、で、はいはいはい、これがあの中国に投資するファンドだと思った人いっぱいいましたよね。いましたね。あの略して中国ファンドになるんで、うん、はい、でもこれは中期国債なんですよということで、うん、まあ、この頃は本当に今と違いますから、中国に投資するなんてことは全然誰も想定してなくて、してないですね。でも金融に詳しくない人の中にはそういう人もいらっしゃいました。ただまあこれがまあその、はい、まあ、投資の先というかですね、まあ、最先端のものということで、あの投資本当にね、はい、あのこの頃は本も売れたんですよ。売れましたね、はい、まあ、別に言っちゃってもいいと思うんですけど、あの40万部ぐらい売れたんですよね、はい、で、うん、私が入ったのはこの頃よりもちょっと後で91年なんですけど、はい、その頃に私あの取材依頼書とか書きましたもん、はいはい、兵士はあの月刊誌の中ではすごい売れてる部類で40万部を誇りとかなんとか言って、うん、で、まあ、業界のこう裏を明かしますと、40万部って書いた時は40万売れてないんですね、うん、30万部なんですよ本当は。だけど30万部売れてたんですよ。積んでおくだけで売れるって言われた時代で、はい、というのも当たり前ですけども、その金融に関する情報って日経マネーか日経新聞しかなかったんですね。あとは本当にあの株の人が株の好きな人が読む地場新聞で、だからあの、まあ、ライトユーザーといいますか、はい、普通のサラリーマンが読めるものっていうのはなかったんですよ。で個人ブログなんていうのもないし、もちろんツイッターもないし、だからここにもう皆さんがこう買ってくださったんですけ ど今そういう意味で言うといろんなものがあるんで、はい、売れなくなるのも当たり前だよねって、うん、まあ、一気に寂しくなってしまいました。すいません。なるほど。ちょっとあの、はい、この中にも、はい、なんだかな、 円の話っていうのがありますよね、はいはい、そうですね、円高の時代っていう、はい、この頃はね、随分為替も今と違うんですよね。なるほど、はい、2つ目のじゃあクイズいってみますか。2つ目のクイズにいきましょうか、はいはい、これはちょっとね難しいと思いますよ。あの忘れてたんで私も、うん、はい、2つ目のクイズ、為替の、はい、マー君ではよろしいでしょうか。それでは為替の問題です。私が大学3年生だった1985年2月、ドル円相場は1ドル何円でしたでしょうか。 A308 円、まあ、この308円というのはそれなりに意味がある数字だったりするんですけどね、はい、B260円、はい、C190円、はい、D150円、はい、E75円、うん、なるほど。さあこの、はい、じゃあ回答はじゃあこれでニコニコ動画の、無料放送は終わるんですが、続きを見たい、ぜひ見たい、見ていただきたいんですけど、この後ちょっとポチッと押していただいて、ということで回答はマー君、A と出ました。85年の、はい、2月、ドル円相場は1ドルいくらだったのか、はい、A というのは308円ということですね。308円、はい、正解はですね B でございます。260円でした。なるほど。これはチャートあるんですよね、はいはい、ちょうどあれですよね、85年というと、はい、あのプラザ合意があった年ですよね、はいはい、とにかくもうアメリカがもうドル高は、プラザ合意が9月になって、はい、でそこからそうです、はい、なんとかこれを要するにドル安に誘導しようということで話し合って、うん、ここからまた
ここまで下がるのがものすごい短いんですよね、うん、すごいですね、はい、ものすごい短期で、しかもすごい幅を下がったので、まあ、歴史的なチャートの中でもここはちょっと得意点ですよね、当時円高不況